でいいかな。こんばんは。テンション高。そうだね。はい、脱線しないうちにタイトルコールをしたいと思います。はい、毎月第2第4日曜日20時からは中原さくらの咲くなら今リアライズやドリーム、プロデュースの場合しぽさんでーす。 C はこう C で C で C こう、あれわかんなくなった。 C、 はい、今日2人だからさ、うん、でかくない私たちも。確かに、うん、ちょっと緊張する。そうそう、もうちょっと、もうちょっとどっちがこのちっちゃくしちゃう。アジパンより全然違う。でも全然違うね、これで。本当だ、元気を大切大切。オペラのさ、クオリティ上がってるよね。頑張ってるの、やっぱり、ね、話すだけでさ、頑張ってるの、頑張ってるんだよ。そうなんだよ、ヘナチョコオペラ。いやまたね、一緒に活動できるから楽しみにしております、隣でこの声でね、あの歌聞けるしね。チーチーどこ行く。全然関係ないです。いや今日ね、嬉しいことにもうね、始まる前からねコメントいただいてるんですよ、ね、写真入り。ケイジさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。そしてこれで、ね、喜んでくださってるのがまた嬉しいです。こうやってお見せると ね覚えててくれるの。そうなのよ、絶対聞いてるの。これで聞いてなかったらすごくやりっぱなし。一巻もう送ったからみたいな。とりあえず読んでもらえばいいみたいな。見るわけじゃないけど。いや見てよ、出ないと2週間後にしか見られないから。まあ、ケイジさん見てくれてるよね。そうだね、信じてる信じてる。三田ひろ子じゃなかった、ありがとう、安定の。はい、わら汗だった。はい、ツアコンお姉様、桜お母様ですよ。なぜお母様かって言ったら、風の人たちのゆり子母、うん、だとしたら嬉しい。ありがとうございます、うん、本当お母さんすっかり演じてた。いやー、ね、もう女優さんだもんね。いやかっこいいと思った。お母さんって言いそうだった。しんみりしてたんだけど。あのシーンでそれすごいね、もし来たらね。すごいね、もうみんな結構さ、うん、来てたよね、涙腺にね、あの皆さん、あのお客様が、私もなんか舞台でそれ感じてたから、うん、そこにお母さん、コールが来たみたいな。私も内緒合わせる。しかもね、さこちゃんの声じゃねえ、出来になっちゃう。もうごめん、コメントの途中でこれだけ脱線して、先に読まない。これで50個終わっちゃった。そうだね、いつものように。そう、本題に早い。もうこれは何っていう状態で終わりますからね。もうほっとくとね、後で食べちゃう。はい、こんばんは。暑いですね。暑いですね。はい、私事ですいませんが、いや大丈夫ですよ。私たちだっていつも私事しか話してたもんね。そう、それしかない。また脱線するから。そうそうそう、はい、新潟に SL 乗ってきました。いいな、 SL いいな。写真ね、あの乗せていくしかないだから。うん、田んぼの真ん中をひたすら走り、忍者のように撮り鉄の方がいまして、気分爽快でした。わかる、撮られまくりみたいな。撮られまくっちゃった。いやもう私一度ね、この中でも私もちょっと撮り鉄とか徹子な部分があるんですよって話を。そうあるわよ、忘れてる。ある。ありがとう。ありがとう。あの一応私の誕生日記念会の時に、宝塚の話と、ちょっとだけその撮り鉄とか乗り鉄なんですよって話を連結する話したの。やって地味な話。宝塚の話が濃厚すぎちゃった。ごめんなさい、愛が強すぎたんだよね。そうまあ、そんなんで、あのだからテンション上がる SL いいですよね。うん、私もどこだっけ、岩手かなんかで乗った。うん、静岡にもあるよ。そうだよね、大鉄でね。あ、その後あるんです。あのたまにはそのスタジオで次回に生歌を。たまにはだけど次回っていう指定があるっていうね。歌ってるよ。はい、本日も、あと次回のライブの予定もお願いします。あ、これね、最後の方に告知をさせていただこうと思ってます。ありがとうございます。そうだね、練習しなきゃいけないんだよ。そうなのよ、ほんとそれよ。いや、かっこいいからね、あれね。そうなの、今考えてるやつがめっちゃかっこいいんで。そうなんです。普段の歌唱レッスンはしてるんだけど、ライブのためにね、2人で合わせるっていうのがなかなかね。ね、うん、そうなんだよね。そうだし、ミュージカル10時から20時とか練習してたんで、ね、そう、ちょっと時間がございませんでしたので、はい、これからもう練習ね、頑張ります。はい、したいと思います。来てくださいね、ケイジさんね。来てくださいね。19と3日、
5日です。あの刑事さんだけじゃなくてもうご覧の皆様もぜひお時間ね作って、うん、あの健康寿命伸びますよ。あ、ダメか、伸びる桜とツアコを見ると寿命が伸びますよっていう、うん、薬、変な薬買うよりいいよ。そう、うん、絶対バラえるんで、うん、はい、だって病気も治りますだからコンプライアンスバンになっちゃうんだよねごめんなさい、私たちのバンになったね。いや、でもそれさ、シャレになんないんだよね。バンになってたらしい、うん、なんか向こうでやってるごめんなさい。いや、もうすごいそれで謝罪のね、なんか連絡とかいただいたけど、いや大丈夫ですってね、うんうん、全然大丈夫、全然大丈夫です、うん、信じてましたから、ちゃんと上がるって、ね、後日持たれてたから、私たちがバンになった時はごめんなさいそう、コンプライアンス違反してるからね。そういろいろね。そう、でも病気治るよね、私たち全、うん、え、また言ってでもやっぱ笑いが大事だから、私たちもそれをコンセプトにしてるからね、うんうん、笑ってなんだよ。そう、うん、今回は私はちょっとその、まあ、お互いソロをね、この間の時は、うん、まあ、結局まだ1回しかできてないんですけど、2人でリオやるって言いながら、そうそう、お互いソロやってる時に、うん、なんかもう1人がこう後ろでパフォーマンスをするっていうのがもうちょっとこうね、完成度が高いものできたら面白いかなって思ったから、ね、そう先週さ、なんかこの前来てくれたくまちゃんの、うん、後ろのさ、うん、あの熊の裏って、ね、めっちゃ楽しかったいや、くまちゃんのさ、もううちらちょっとさ、音声入れてほしかったよ、めっちゃウケてたんだけど、面白いでしょ。そうだからね、もう反応を言えたかったのに、あのオフっていう指示になっちゃってたから、最初にやっぱり、まあ、ちゃんと初回なんで、うん、あのくまちゃんの作品としてしっかり聞いていただきたいっていうのもあったからだと思うんですけど、うんうん、そう、まあ、だからぜひまたね来てもらいましょう、うん、もうだってズインクなんだから、ね、ズインクそうやってるからそうでまたさ、これ止めどもなくなるから全然本題言ってないよね。そうなのよ、いつものことだけど、またこれ言えなくなっちゃうのでそろそろね、これね、めっちゃホットなんですよ。そう、なぜこれが今日あるかと言いますと、私本日昼間ブドウ狩りに行ってました。すげえ、びっくりしたよ私、明日僕ブドウ狩りに行くからさ、そう、東京でブドウ狩りできたっけ。あ、もしかしたら山間部の方とかねあるのかな、ちょっとわかんない。これは栃木に行ってないしょ、そんなもん聞いたことないわ。そっか、東京さんなんて、東京さんでなんか狩りってあるのかな、千葉まで行けば梨狩りとかあるけど、うん、ね、うん、ちょっとこれ終わったら調べてみようかな、ちょっと気になる。誰かの家のベランダでやってるかもしれないけどいや、聞いたことない。果物はやってないかね。というわけで、まあね、栃木に行ってきたんですけど、まあせっかくね、ほやほやの取り立ての、はい、画像とね、動画をちょっとご紹介しながら、はい、本日の様子をお届けしたいと思います。さっきのさくらちゃんです。はい、川田園って書いてあるよね、うんうん、川田じゃないよね。いや、それ分からんわいや、川田園さんだよなって思いながらいたんだけど、間違ってたらいけないなと思って、せっかくさここでご紹介するんでちゃんとね、ローマ字で川田園って書いてある、うん、よかった。こんな感じの、ね、あ、オープニング、こういうところが優しいんですよ。さすが、ね、でございます。さくらちゃん、すごい見えた。あ、そう。すごいね、見えた。うん、ひえーとか言って。全く見えない。次行きましょうか。はい、ということで、川台さんですというところで、はい、ここね、もう、駅で言うと、新大平下駅という、東武線の、東武スカイツリー線に、二号線に移ってからか。うん、の、まあ、でも徒歩で行ったら25分とかかかるところなんですよ。もうずっとブドウの、いいね、はい、ブドウ狩りのとき できる場所、うん、でもね、本当にそろそろ終わりっていうね、タイミングなの、意外と早いでしょ、うんうんうん、ね、ブドウって秋ってイメージだから、そうなの、そうなの。じゃあ次行きましょうか。もう終わり？そうなのよ、そうなのよ。私もあの中でもコメントで言ってるんだけど、で、まあ、これから狩るぞって感じでございます、うんうんうん、ブドウ狩り以外何もない、ブドウ狩りだって感じでしょ、うんうんうんまあ、やる気見えた、よかった、うんうん、はい、なんかさ、この字おしゃれじゃない、うんうん、この袋に入れてくださいねってことでいただくんですけど、そんなことで撮ってみました。はい、これからいきます。はい、あ、これが先に来た。ここね、
知らなかったんだけど、うん、なんかみんなさ並んでるんですよこの、うん、おばさまのところにね、うんうん、それで何やってんのって思ったら、うん、手相見てもらってたわけ。ぶどう狩りです。そう、ぶどう狩り屋さんなんだけど、ね、屋さんっていうのかな、ぶどう狩りの店で、うん、そうなんですよ、手相見てもらうの。でね、私ね、うん、一つ言われてびっくりしたのが、音楽やってるって言われたんですよ。おー、そう、あー、そうなの。なんかそれが分かってもらえたのね。そんなの出てくるんだね、うん、らしいんですよ。音楽って書いておいたら分かんないよね。書いてたら笑えるよね。ポティプロとかで、ね、あなたってポティプロでなんか活動してんのとかで、うん、そう違うんだ。違う、でも本当に分かったんですよ。で、それね、頑張ったらいいよっていう風に言ってもらったので、すごい嬉しかったです。嬉しいね、それね。嬉しい。であとね、そう、手相が先に来たから聞きたいんだけど、頭脳線と生命線って皆さん分かります？手相は分かります、うん、生命線は、こう親指があって、ここにこうキューってこうね、こういう、なんていうかな、半円みたいな線が生命線で、その隣に走ってるのが頭脳線なんですけど、これのこれね、人差し指の下のこの辺で結構くっついて、そこから出てくる頭脳線が出てくる。だから頭脳線と、生命線の起点がくっついてる人が標準。おーって来てくれた。すごい。そう、これ私ちょっと用意しようかなと思ったけど、なんかほら、いろいろさ著作権とかあるじゃないですか。それでと思ったらすぐ出てきたね。すごいね。つながっているのが割とこう標準なタイプらしいんですが、私離れておりまして、今日はあのブドウ狩りに誘ってくれたお友達も離れておりまして、なんか似てんなと思ってたらそうだったわけよ。で、ちゃこんちゃんも私は離れていると予想したんですけど、離れてる、やっぱり。え、かわいい、かわいい。違う、くっついてた。え、これくっついてた。微妙に離れてる。よかった。なんか離れてると思ったんだ私。ね、離れる証拠よね。違う。そうね。違う。いや、正解は、あの、離れてば、離れてれば、離れてば、離れてれば、離れてるほど、じゃじゃ馬なんです。くっついてる、くっついてた。くっついてたわ。ぴったりくっついてる。離れないね、これね。さっきと言ってることが違うよ。皆さんもどうぞそちらのね、あの起点をちょっとね、何ですか、ご自分でこう鑑定してみてください。離れてる人募集中。なんじゃそれ。いや、きっと気が合うと思ったんですよ。いや、だから絶対離れてると思った。いやいや、私はくっついちゃったの。あれ、今くっついちゃったの。じゃじゃ馬じゃないよって言ったでしょ。もうそんなね、無理よ。ほら、離れたじゃんばいみたいな。じゃあ、ぶどう狩り行きましょうか。ぶどう狩りね。ぶどう狩り行きましょう。はい。はい、そう、こんな感じで、まあ、結局私は友達に車でね、その駅まで迎えに来てもらって、はいはい。行った時ちょっと曇ってたんだよね、まだ。もう今日ずっと曇ってたよ。あ、本当？だからね、この後ね、晴れの、ほら、あっちの、全部ね、これぶどう狩りが見えますよっていう、いいね、ちょっと撮ってきたんですけど、まあ、仲間たちと行って、で、はい。川田園さんです。川田園さんね。まだ曇ってるでしょ、でほら晴れてきたの。私いたら雨降るよこれ。台風のつと台風になっちゃうけど。いいね、いいね。あ、低いね、ちょっとさ。そうなのよ。わ、なんかさ、海外のさ、ぶどう畑って低い、あ、膝ぐらいしかないの。え、もっとこういう匍匐前進的な感じなの。いや、上から飛んじゃないの海外は。下じゃない。匍匐前進できっか、あんな大きな体で。海外の人たまにね、こうやってこう空間があってっていう、でもなんかいいねこれ。なんかいい、楽しそうだな。すごいね、なんか癒された、そうだね、そうだね、この景色で。まず緑の中にいるっていいね。そうそうそう、でしかもこう木漏れ日がね、綺麗でね、照らされてるのよ、ぶどうが、ほらほらほら、すごい、なんか高そうなものが下がってるぜって感じ。でもね、なんか改めて当たり前なんだよ、こうやって、もちろんこう育ったものがスーパーとかね、並んでるんだけど、なんていうかな、高級なだけにこうなってる状態を見るのが新鮮だった。なんかみかんとか割とほら、なんていうか見かけるじゃない、普通にこう生活して。みかんっていうか、なんか柑橘類とかってさ、結構普通のお家になんかなってたりとかするのもさ、意外と身近に柿とか 見たりするけど、なんかこれ巨峰なんですね。巨峰がこんだけなってるっていうのがすごいなんか新鮮な感じだった。まあ
そうだね、なかなか庭に巨峰あるよね。そうだね。そうだってさ、庭に巨峰があったらさ、うん、盗まれちゃうよ。そうだよね。もうさ、鳥とか来ちゃってひとたまりもない感じするよね。そうね、まずね、こういうのはね、キュウリぐらいにしとかないけど、やっぱりね。キュウリ一回さ、ヘチマみたいになっちゃったことあったよ、そういえば。なんかいつの間にかさ、いやでも結局ね、食べれなかったんだよ、あまりにもなんかヘチマみたいになっちゃって。そうなの。そうなの。塩つけて重くなりすぎて、なんか下のさ、ベランダだったから、その時、うんうん、下のうちの方までなんかいっちゃって、なんか重みで、お邪魔したの。そうそう、お邪魔した。あ、すいませんみたいな感じ、引き上げたらなんかヘチマ。あ、はい、大きなぶどうを、大きなぶどうゲットしてきました。素晴らしい。はい、いや天気もいいし、ね、最高でした ね、うん、いいね。もうね、終わっちゃうんだそうですよ。ギリギリ来れてよかった。びっくり。後で全ての成果を見せしたいと思います。これですこれです、これです。お、ループに入ったかな。じゃあ、うん、せっかくなので、うん、あのこれね、ちょっと洗ったら、まあ一粒ずつこんな感じですっていう。あ、多分今日寄ってくださるって言ってた気がするね。うわ、寄った寄った。あ、すごい。あ、でもあらが見える、私たちのみたいな。そして剥いてあります。チャララチャ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 って、これもなんか引っかかるのかな。で、ごめんね、食べるもね。あ、もう大丈夫です。難しい、もう寄るとなんかいろんなあらが。どうぞ。ありがとうございます。ラッキー。実食実食。さくらちゃんの成果、じゃあ、はい、お先にいただきます。イエーイ。うおー、でかね、いいの、まるまると、はい、いいの、大変だったのに。いや、いいよいいよ。でも確かにね、あのほら、終わりかけだっていうことで、甘っ、甘っ。スタッフさんの分もね、少しだけお裾分けさせていただいてるので、向いたのもよかったら。美味しい、美味しい、ありがとう。いただきます。嬉しい。そう、割りかけだっていうことで、あれも結構、あ、ありがとうございます、コメント来た。あの、なんていうかな、ちょっとこうまばらだったじゃない。だからね、うんうんうん、大変だった、例えば大変だったのどれがいいかなってこう、あ、うんうんうん、選ぶのが。そうなの、そうなの。いただきます。ちょっとこの後でいい。せっかくなので食べてからにしよう。さがちゃん食べた。うん、取りながら食べれるわけじゃないでしょ。食べない。そうだよね、だって、ね、測ってもお金払ってくるんでしょ。測ってない。あ、測ってない。なんか3房、3房どれでもいいですってことだったの。あ、そうなの。そうなの、そうなの。そんなの全部数えじゃねえ。1つの2つのこって。さあ、こんちゃん、さすがだわ。これぐらいするでしょ。いや、粒はちょっと数える時間なかったけど、うん、ないんだ。でも結構まあまあ立派なやつ。まあ立派立派、ね、ゲットしたかなって。しかもさ、すごい甘いし、うんうん、でもこれと、うん、多分、うん、あ、これちょっと違うかもしれない。これね、出荷用により分けてたんですよ、うんうんうん、店の人が。それで、あのサービスでつけてくれた方なのね。でもこっちがやっぱ粒が大きくて立派だったから、これがいいかなと思って、うん、味はそんな変わんないかもしれない。 もちろん同じ畑のものなのでね、うんうんうん、で、現場でちょっと試食をさせてもらったのはまた違う種類だったのよ。だから私これは今初めて食べて、うん、種類違うんだ。そう で、 で聞いたらね、いや、これブドウ種類なんですかって聞いたら、わかりませんって言われた。あれ、わかんないって。どうどうでしょう。いいんだよ、細かい。そう、美味しかったからいいんだけど、美味しいからこそ何ですかって聞いてさ、知りたかったわけよ、品種を。わかりませんって言われちゃったわけ、ブドウ園の方に。しければいいんだ。そうだね、オロケ。そう、オロケ。じゃあ、火星人さん、お待たせしました。コメントありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます、はい、あら、ザコンさん、さくらさん、いつも素敵なお二人、今日も頑張ってね。火星人より、ありがとうございます。あー、また来てるって、すごい。ありがとうございます。ブドウ効果かなとか言って。そうだね。ありがとうございます。頑張ってねって、うん、何も頑張ってねって。これって、あ、刑事ですってやつですか。ヒロシですじゃなくて、刑事です。ブドウ美味しそうですね。美味しいよ。見てくれてる、ありがとうございます。分かった、見てない疑惑あったけど、払拭したね。ありがとうございます。ありがとうございます。自ら払拭に来ていただいて、はい。糖尿病の僕は大丈夫ですか。A1C は、あ、ちょっとこれ個人情報ですけど、いいでしょうか。伏せときましょうか。はい、もうちょっと頑張った方がいいのかなっていう数字でした。さすが看護師。何のことかさっぱりわかんない。そう、そうなんですけど、うん、まあね、ほどほどにっていうところだと思います。やっぱ結局、いろいろね、習っていただいたと思うんだけども、はい、
私のでもどうだろうな、私が勉強した頃ってほらやっぱり30年前に看護師になってるんで、あ年バレるそうだから8歳ぐらいからやってた8歳からっていうことで、うん、はい、でそうあのカロリー計算というかそれを単位80キロカロリーで1単位にしてっていうその方にとってのあのそこここまで取っていいですって1日のあの単位が出るんですよね、糖尿病の方って、うん、だからそれの中でうまく配分してもらったら別に果物全く食べちゃいけないとかそういうことはないはずなんですよ、うんうん、そうそうそう、だからほどほどにっていうお答えになるのかと、体に良さそうなんだけどね、そうなんだよね、なかなか糖分がね、そうだってこれだけ甘いっていうことはそういうことなんですけど、うん、でも食べちゃいけないってことではないという、はい、あの回答になるのかと、はい、マジにさすが看護師さん、いやいやいやもうなんかこういう質問緊張するんですよね、うん、ね、なんかほら間違ったこと言っちゃいけないなっていうのがすごいあるじゃない、やっぱり難しいもんね、体のことだけど、そう、うん、バンされちゃう、また戻ったよバンに戻っちゃったよループしてるからループしてるからね、はい、それを老化という、まあ、よいしょ、ループやろうか進めようか、はい、で、あ、そうランチをねあのいただいてきたんですよ、その後にね、でせっかくだから、まあ、なんていうんだっけ、何や、タイヤのとかと、ちょっと待って、うん、お店の名前を忘れたってことじゃなくて、うん、なんかさタイヤローカってよ、そうだよそれだよまさにあの襲うやつ襲うやつ、飯テロそれ、ごめんね無駄な時間使ってさくらちゃんの番組だ私に謝るじゃあ行きましょう、ね、素敵じゃない、ね、そうなの、うちの方にいっぱいいやそんなことはないと思うんですけど、はい、ログハウスで、でもね私ここの中入りたいなと思ったら隣に、ね、うん、あのちょっと今日団体だったので、うん、隣のね戸建てっていうか、うん、あの割と普通のマーズでちょっと動画で出てくるんですけど、はいはい、別棟でちょっと今回は宴会場みたいになってるね、うん、ちっちゃい、そう、そういうお部屋だったの、なんか入ればよかったな、そういえば、あとで食べログさんのサイトだけちょっと送ったから出てくるかな、うん、店内が、うんうん、このお店だけど、はい、ここじゃないってね、そうなの、隣だったもん、うん、隣にもね胸があって、そうそうそう、はい、これからお昼です、なんかねすごいお肉が美味しいレストランだそうですよ、うわー、ここだ綺麗、肉食べに行った、ここ、太平楽さんって読むのかなちゃんと聞けよって感じです、ね、そうでしょ、もうねちゃんと調べときにしてる、そう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 あちらで個室を用意してもらってるそうなので、ね、あそこ今から行って美味しいものを食べていきたいと思います行ってきますっていう中がこんな感じで、なんか会議室みたいな、そうね、そうね、なんかさ宴会場にありがちな椅子でしょ、そうね、うん、お話し合いがいっぱいできそうな感じでも、あ、そう、これねちょっとあの皆さんがほら座ってるところだとさ、うん、いろいろ問題があるかなと思って、ちょうどお食事が終わった後にね撮らせてもらったんだけど、めっちゃ美味しかったです、あ、その後出てきますよ、見してろ、あ、これ綺麗じゃない、なんか おしゃれだった、さあ来るかな、サラダから始まりまして、はい、こちらでございます、これは合いびきハンバーグ、どうなんだろう、あ、でも多分味的にはそうかなって思った、うん、牛のこうキュッとしたやつじゃなさそうな感じだった、でもなんかいろいろ、はい、動画お願いします、これがね、うん、ソースがねよくカレーがほら入ってるようなさ、すごいなみなみと、そう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 、レンドね、そうそう、あれなんだ、うん、そうなのよ、あ、さすが、これ最初さ一かけ目がさすごい飛びそうだから、なんかこうやってなんかないのないの、あ、ないんだ、うん、だからちょっとなんか遠慮がちにいっちゃったんだけどさ、はい、めっちゃ美味しかったです、なんかジュクジュク言ってて美味しそうだね、うん、目の前でね、でね、お値段がね、うん、まあ栃木ということのあるかもしれないんですけど、うんうん、はい、なんと1000円を切っておりまして、すごい、そうで、このあとねラッシーとかも出るのよ、コーヒーか紅茶か、ほらラッシー、インディアンじゃないね、知らない、あ、でもカレー食べてる人もいたから、あ、それにあのすごいリンクしてるなって感じだったんだけど、ラッシー美味しいね、うん、結構いろんなメニューがあるみたい、
ということでございました。すごい、だからなんかさ数時間なんだけど結構楽しんできたよ、うんうんうん、そうだよ、ほんとびっくりしたよ今日明日はで、あのなんだっけ、ぶどうか、ぶどうかね、ごめんなさい、梨って出てきちゃった、梨って今日朝食べた大丈夫か、いいな、梨も食べたい、秋だもんね、美味しいよ今、ぶどう狩り行ってから行きます、うんうん、はだよね本当にネタは明日仕入れていくからみたいなね、感じだったよね、その写真入れますみたいな、めっちゃホットやんみたいな、もうなんかだから直前になっちゃってね、スタッフさんに、ね、素晴らしいスタッフさん、ね、しかも手相のね、あの画像まですぐ出してくださってね、すごいね、やっぱりさすがでございます、ありがとうございます。じゃあ一旦あれですね、最近さ全然入れられなかったんですけど、オールトゥギャザー行きまして、その後ツアコンちゃんの話題に行きたいと思います。久しぶり、どうぞ。あ、出してくれた、そうそう、これ太平楽さんの、あ、そっちじゃなかったんです、ごめんなさい、私が間違えました、洋食の同じ名前のねお店があったんですよ。あ、あれなんか県は違ったところ、そう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 なので、しかもこっちの方が中華の方がいけるねっていう範囲にあったからちょっと気になっちゃった、そっちも美味しそうだった、そっち軸から近かったらいけんじゃん、そうだね、棚からもたもちかなみたいな、面白い、出てくるかな洋食屋さんの方、ログハウスのね中が可愛かったの、やっぱそこに写真出てたから、それね私も最初からさ知ってたらさちゃんと調べていって中も撮ってきたのになって思ったんだけど、何しろねお友達が全部ねセッティングしてくれたから、持つべきものはです商品、商品こちらはいかがでしょうか、いやいやいや安くされちゃうの、いくらなら買ってくれるんだろうねあれ出てこないかな、微妙なんか人一人の価値だと思うとちょっと安いかなって気もするしね、5人ぐらい手上がってる、10億8000万じゃあオークション形式にするよあれいないかな洋食さん、まあじゃあオールトギャザー終わってからでもよかったらはい、オールトギャザー行きます、あ、生歌生歌するじゃあ来るまでの間行ってきますか、あ、来た、懐かしかったね。ね、ね、もう2年前。そうだ。ね、早いね。早い。ね、オールトギャザーでも一生歌えるからね。そうだよね。うん、やっぱり、ね、あの歌詞の部分がすごく、歌詞の部分っていう か歌詞のあのね、今より若い時は二度と来ないっていうところとかすごく響くって皆さんね、うん、おっしゃってくださるし、うん、歌い続けていきたい。80歳になっても歌って。うんうんうん、今が一番若いんだって思って毎日過ごしたそれがまた元気のね秘訣になるね、そう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 なんだ、そう、あ、
このあとね、うん、私も本当だから告知もめっちゃギリギリになっちゃったんですけど、シリアの話を今日はお聞きできるということで、ね、そうそう今日はゲストさんいないから、うん、じゃあちょっと落ち着いて話そうかなと思って、うん、で写真をさ見てたんだけど、うん、実はシリア行った時ってシリアだけじゃなくてヨルダンから入って、うん、ヨルダン、イスラエル、シリアって言ったもんね、うん、あ、違うヨルダン、うん、シリア、イスラエル、ヨルダン、イスラエル、シリア、まあいいや順番でもね3つ行ってよし全部やろうと思ったら1000倍ぐらいあって、最初ね全部すんごい頑張って、そう今日3時間ぐらい頑張って、うん、すごい選んだんだけど、やっべえ多くなりすぎたと思って、うん、とりあえずじゃあもう知り合いにしようと思った、うんうん、ふっと気づいて送ったとき、シリアないの廊下廊下、まあでもね、その時はゆっくりは喋れなかったから、ね、そうとりあえずお写真をたくさん持ってきました、うん、もうね2011年から、うん、アサド政権の反対派が現れて、うん、内戦が始まったんですよ、うんうんうん、で日本でバン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 してそのニュースをしてました、うんうんうん、でシリアは行けないねってお友達、うん、お友達で2人いたのその時に、うん、一人じゃないのよ、個人的な旅行だった個人的な旅行、ね、そう、うん、それもねなんかね面白いんだけどね、うん、もうね一人旅行しすぎちゃった私、うんうん、いやこの人生長いんだけど、うん、ここまで来て一人旅行ばっかりしてるとどんどん強くなってるじゃない、ね、これいけないと思ってちょっと反省したのちょうどね一人じゃもう旅行はしちゃいけない、うん、いけないってどん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 たくましくなって、うん、怖いなんかね世界の果てまで行って休暇あるもんね、うん、あるカバンこうやって一個で行って行く感じするわ、うん、そう最初はね、うん、でも一番最初の世界で行って休暇はね、うん、大学の卒業旅行で、うん、早いそう女子4人でね、うん、世界旅行しようってことになっちゃって、うん、っていうのがね世界旅行するつもりなかったんだけど、うん、話してるうちに4人いるからさ、うん、みんな行きたいとかバラバラなの、うん、じゃあもう全部行っちゃえって言って、すごくない？え、どこ行った4つ？すごいよ、4つじゃないのよ、うん、これ。あ、そうなのね。4人で4じゃないのね。そう、4人で4じゃないの。そう、どこ？さ、アメリカとにかく東と西行ったのね、うん、東はもうサンフランシスコのロサンゼルスも行って、うんうん、西はワシントン DC もニューヨークも行って、ワシントン DC も行ってんのよ。ニューヨーク行ってない。そう、でもさ、一人がさ、うん、そこまで行ったら、うん、フロリダ行きたくねってなって、フロリダまで降りて。ディズニーも行ったの？その時はディズニー行ってないな、うん、その時はね、うん、そうディズニーはまた違う友達と行ったの、そこから時行ったんだけど、フロリダのね、うん、カリブ行きたいって言って東アメリカの東と西行って、カリブに降りて、うん、そうほんででも私ヨーロッパ行きたいって言って、うん、いよいよって、うん、でじゃあヨーロッパ行こうって言ったらなんかこう、うん周遊できちゃうから、うん、フランス行ってドイツ行ってスイス行って、もうスイスずっと行きっぱなしだったわけ。そう行きっぱなし。でもスイス行ったらさ、やっぱさ、うんうん、そういう時代だからさ、うん、あの好きしたよねってさ。そうね。そうよ。そういう年代よ私たち。うん、そうなのよ。うん、ピーンってこれで分かるの私たちの今。そうね。そうそうそう。でスイスでスキーも組んで、うん、だからさ、カバンの中にさ、うん、あのカリブのさ水着もあるけど。うん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 スキーの道具も入ってます、ウェアも持ってったの？そうそうそう、ウェアも持ってたし、まあ、そうそうあの頃は持ってるのが普通だった、うん、でもね、そうもう やるって言ったら自分のもの持っていくのは普通だったもんね。そう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 、でドイツ、うん、ドイツも行って、そうドイツはあれなんだけど、フランス、イギリスも行ったかな、かとにかくみんな行きたいとこみんなくっつけて、それを1ヶ月なんか普通卒業旅行で一つそこ行きましょうっていうのが全部入ってたよね今ね。そうそうそう、あイタリアも行ったの、そう結構笑えるんだけど、それでそうなんかさカバン、うん、なんかスーツケースとか持ってたらそんな回れないから、うん、じゃあカバン1個にしようって言って、うん、スポーツバッグ1個だった女子4人で、えそれが最初のコメントありがとうございます。だってスキーウェアあるんだよ。そうスキーウェアもあるんです。入るの？水着も入るの？入るの？入ってた。ありがとうございます。あ新しい方、ありがとうございます。え島の上定食さんで、お心当たり、さくらちゃんの、えごめんなさい、廊下廊下え、でもお顔は痛くないね。ねえ、ほんとだね。
今日より若い日は二度と来ない。さっき今より若い日はって言ったよ、しかも私多分先週なら分かってたとかもしれないよね。え、先週なら分かってたのかな。1週間の老化がちょっと激しかったのかな。こんばんは。こんばんは。さくらさんの番組やっと拝見することができました。ありがとうございま す。お二人とも笑顔がとても素敵で魅力的ですね。嬉しい、ありがとうございます。健康寿命伸びますからって。タイミング合えば今度ぜひライブ見に行かさせていただきます。ぜひお願いします。ありがとうございます。頑張って練習してるんじゃなくてするからね。そうだね。お願いします。現在進行形でもないけど大丈夫なのか。楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございま す。あのなんか気になることあったら何でも聞いてくださいね。ありがとうございます。島前定食さんのこのネーミングの意味が知りたいな。定食大好き大好き、うん、食いつくよね。そういう風に思ったらいいよね、あの名前ね。定食ってみんなが好きだから ね、いいよね。あ、バーバー持ってらっしゃるんですね。ありがとうございます。そういうことなんですね。だからなんか聞いたことが、いつの何時になさっているんでしょうか。第一日曜日の19時からってことは、あ、曜日は合ってるんだけど違う週なんだよ。だよ、ね、だからお会いできないんだよね。お会いできないんですね。残念。でもありがとうございます。ありがとうございます。まあもうこんな感じでねやってますから、ライブもライブもね。ライブもこんな感じ。はい、こんな感じですよ。ほっとくといつまでも喋っちゃうから。そう曲いかないとっていうね。あれがね大変だよね。時間決めないでほしいってそんなの無理だ。じゃあそのうちさ、あれだよ、なんていうの、ソロライブ、ソロってか、あのなんていうの、なんていうの、2人でも、寮でワンマンライブっていうの。そうだね。でもお客様が来てくれるようなレベルになれたら永遠話せるよって、なんか歌ってんのか喋ってんのか分からないみたいな感じ、ね、なんか出ろって言われるまでずっとやってるっていいよね、うん、そうだね。もうお客さんもそれステージ乗っちゃってさ。あ、そう雑談。そうそうマイク通してたってなるとかね。いいね、楽しいね。楽しいかもね。いいんだよ、楽しければ何でも。歌いたかったらもうあなたが歌ってくれていいですみたいな。ちょっと私新しい、ちょっとお腹すいたから新しいかもしれない。そういいな、なんかさ寄ってみてもいいかなって思い始めちゃったよ。歌いたい人いるじゃないですか。だから火星人さんとかでも絶対さ歌ってくださると思うしさ。そうデュエットしてくれ。ねえもう何でもありみたいな。いいと思う。ねそういいかもよ、本当。だからさ、こう指名してもらって、うん、曲もなんか歌えるのだったらさ、2人のうちのねどっちかと何かデュエットをしたいですって書き方を上がってもらって自分たちだったりとか、ね、2人で何かってくださいとかさ、ね、そうそのうちできたらいいな。そうだね、2人で歌ってたらやめろやめろって言われて、そこでストップする。やめろ話やった話をやめて歌い出したと思ったらやめて。私たち歌手じゃなかったんだ。すごい良かったらさブラボーって言われて、そうなの、もう一回同じ曲とか自由でいいんだよ。自由でさ楽しければいい、ね、自分たちが自分たちがお客さんだろう楽しいのは。いや、いつもと言ってることが違うよ。いや、お客様は神様ですからね。そうです。いや、本当にだってやっぱりあの笑顔になっていただくと私たちもね、もうより笑顔が本当に倍増して、それが循環していくのがねやっぱりライブの素敵なところだと思うので、はい、なんか楽しんでもらうとすごい嬉しいよね、そうだから鶴もやるし、鶴あやったね、鶴やったね、着ぐるみ大好きなんです。そう、あ、それもやっちゃおうか。じゃあ二人でやるときは、あ、また離れてる、離れてる、はい、すみません、そうです、真面目な話を今日はするはずだったの。そうなんだけど卒業旅行からなぜかここまで来ちゃったの。そうなんだ、ほんで二人で、あ、やった、みんなシリアな話なんですね。ありがとうございます、コメント、ありがとうございます。ゼニーさんと、え、なんか2枚来たよ。2枚来た。え、これも今日過去最高記録なんですけど、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、火星人です。言って言って、書き忘れました、報書で、また鶴子さんとお会いできそう、あ、そうなんです、よろしくです。来週の、あ、じゃあ今度の土曜日お会いします。よろしくです。またさくらさんとも会いたいです。はい、よろしくお願いします。舞台の上でもお会いできちゃいますから ね、そうね。くまちゃん、ありがとうございます。話題してましたよ。そう、私、舞台後でちょっと出すか、
わう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 わわうわ、こっちはあれだね、あの自己紹介部分だったね、こっちだね、わう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 わわう、はい、全部歌っちゃダメね、こんばんはまた進まないからそうそうそう、はい、前回お邪魔しましたクマ、うん、でございます、知ってます、今日のゲストに呼ばれると思ってこの時だけそう思ったんだけどさ、連絡するの忘れちゃったんだよ、え言ってくれればよかったのに未だに呼ばれてませんって、えあ、今から来ます、未読になってる、未読、今から来る、せっかく送ったのに未読になってる、また呼んでくださいね、ぜひぜひ、はい、ちょっとでも次回はね、あのありがたいことにシーポン関係で決まったんですよ、その人もう一回来てもらったらちょっと面白いと思うんですよね、あ、10分前だった、はいはいはい、あのそれ告知しますので、はい、シリア大丈夫し持ち越しじゃーって、結局ゆっくり喋れなかったじゃんね、そう結局さ話したのがさ、うん、シリアじゃなくてさ、うん、卒業旅行、ね、でもシリアせっかく3時間かけて選んでくれたんだよ、見ましょうよ、走馬灯のように見るか、そうで次回話をゆっくり、これダマスカスのホテルすごくない、うん、かっこいい、すごいでしょこれね、いい人ってのもうどんどん行ってもいいですよ、はい、ほらすごい部屋もいいでしょ、素敵、えお城みたいじゃん、いいでしょ、うん、これ上から見たのほら2階の部屋だった、さっきの部屋から下がこう見えるよね、ほんでさこれほらここでご飯食べるの、あすごいでしょ、えでもなんかイメージと全然違った、違うでしょ、なんか、うん、えだって中東、中東ででしょ、うん、でもヨーロッパのイメージするよね、これも全然有名なホテルじゃなくて、うん、なんか街の中にあってたまたまネットで見つけて、この次も、うん、これ朝食でさ、私その女子と2人だったんだけど、うん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 、まあとにかく内戦も始まってたから、うんうん、ホテル泊まってるから、それでよく行くよね、イエス2人しかいないの、でこれ街並みなんだけどさ、2人しか泊まってない、観光客が日本人なんて皆無だし、そうね、行かないよね、行かないよね普通ね、この本当街並みよく生きてるね今、そう私は これだけさ奇跡です、今いるのは奇跡なんです、いやー、だから健康寿命が伸びるんだよ、そうそうそう、すごいすごい、ほらあもうほらこういうモスクばっかりなんだ、これ有名なモスクなんだけど、ダマスカスの、えなんかさ、うん、えさっきのねホテルの内装と似てない、あだからそういうのもしてやったのかな、あーそういうことなんだ、うんうん、だってあそこほらほうあのなんていうかボーダーになってるところがさそっくりじゃない、ほらそうなんかほらイスラムっていうのはさ、うん、偶像を作っちゃいけないの、例えばね、キリストの絵とかさそういうのをしちゃいけないの、その代わりだから模様なの、うん、だからその模様が成功で綺麗なのっていうのがイスラムの特徴なのね、そうなんだ、そうそうそう、だからほら隣のねあれも綺麗だもんね、うんうん、なんかもう絶対人の像とかはないから、なんかもね勉強になります、そうそうそう、このみんなネズミみたいな感じね、私もたこれスークね、あの市場ね、ああ懐かしい、ドバイもねあったもんこういうところ、うん、もう中東は大体もうどこの町にもスークっていうこういう市場があるって、これなんか言われたさ、うん、お食事屋さんホテルって書いてあるの食事なんだけど、うんうん、ホテルで教えてもらった、うん、いいところだったのすごいこれ、ね、でもさ5スターになってるけど、そういうわけではない、ホテルなのか分かんないけど、でもここで食べろって言われて、うん、違うか、うんうんうん、ホテルかなこれ、ホテルって書いてあるね、ホテルって書いてあるね、ホテルのレストランだったのかな、じゃあでもねほらほらすごい素敵でしょ、素敵、あまた来たって、わありがとうございます、でこの次の写真が、うん、ありがとうございます、めっちゃ美味しそうじゃない、めっちゃ美味しい、美味しそう、でもさ今の見てさ、うん、全然イメージ違うでしょ、えシリアの画像以上です、あそうそうそう、次はね、うんうん、あのシリアのその遺跡の写真なんだ、それ次にする、そういうことかでもさ43分だもんね、なんだかそうそうそう、うん、すごいさ、うんうん、イメージよくない石井のさ、うんうん、そう、あ行っちゃった、あいいですいいです、まあ途中まででもねこれ50枚ぐらいあるのよ、うん、すごい懐かしい、あのほら アラビア語ね、うん、そうそうそ そうあれもねで絶対英語と一緒にさ書いてあるのがびっくりしたの、なんかドバイ行った時も、あそうなんかここは観光客、うん、これねパルミラ遺跡って世界中ですごい有名で、うん、IS に支配されてみんな困らされちゃって、すごい艦長が殺されたっていう話もあれで、そう、その遺跡、超世界中で有名な遺跡にホテルが1個だけあるのね、うんうん、で遺跡にホテルなの、そう、ありえないでしょ、でさ、こんな贅沢なさ、うんうん、ところにさ、うんうん、普通泊まれないんだけど、うん、私たち予約取らずに、うん、普通に予約をなんかこう街のバスに乗って、うん、友達2人で、うん、
何せさ、内戦してたから、観光客いないの、ね、ほんでさ、今日ある？あるよ。あ、じゃあ今日止めてみたいな感じで止まったの、すごいラッキーなんだけどさ、この話は来週にします。そうですか。いつかにします。じゃあ、お楽しみがあった方がいいね。ごめんなさい。もう何が飛び出すかわからない、本当に。本当、知り合いとかだから。そう、でもね、いいとこだとは思う。今は旅行できません。そう、旅行できません。今4、一番最高位だから、まだ最高位、ずっと十何年間最高位だから、うん、ね、いや、よく言ってたね。そう、でもね、それはね、うん、それだけはやめよう、それだけはやめようって友達とね、うん、そこは行っちゃま、ヨルダンの遅刻やとったの、でもそれだけはやめようって言って、でも行きたいから2人とも、なんか入国審査の時にその友達にも聞いて、絶対離れてるから。その友達カナダに住んでて、うん、私カナダ経由でそこ行ってたら笑えるでしょ。さ、すごい仲いい、あのカナダの時に働いてた同僚なんだけど、まあ、看護師さんで、あ、そう、まあ、そう、彼女も、うん、あーとこうなっちゃった。これそうだよ、そうだよ、せっかくいただいたんだから。そうそうそう、島根定食さん、はい、ありがとうございます。はい、島根定食は芸名です。はい、情熱ドリームのリーダーなおさんや元メンバーのおとくちゃんたちと仲良くさせていただいてます。あ、そうだったんですね。今もホティプロで一緒です。はい、一緒です。はい、悪女時代さんも最近つながり、あとはシャインフォーエバーのメンバーとつながるだけですかね。あ、ぜひ。すごいもうホティプロ入っちゃったよ、みんな知ってるからね。いや、そうですよ。だってもう別に性別ね、女性限定なわけじゃないですし、人やりますし、ただし、うん、45歳だっけ40歳だっけ、うん、何歳だっけ、アラフォーが始まる35以上でございますね。いや、35ダメだよ、入れない。え、今ダメなんだっけ。元がダメじゃない。あ、元がダメだからダメだ。あれ、うちはそんな若い人入れない。え、うちは厳しいよ、審査が。そうだっけ。でもアラフォーって35以上ですよね。そうだよ。でもほら、36歳の人たちが入れなくてさ、あ、そうそう、だからあのグループの年齢があの本当に40を超えたらっていうのはあったんだけど、あ、じゃあ35で入れるのかな。ちょっともう一度確認しますね。でも検討してるかどうかも分かんない。うちらだけど、もう一度嫌だよって。こんなグループ入りたくないし。そうだよ、ね、でも、え、芸名ってでも芸人さんだからってわけじゃないですよねって、またさらにコメントあおるって。自分が下内さんのテレビを見れ、テレビ、インターネットテレビを見ればいいんですよ。鳥小屋ずりさんをね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。はい、ね、こんないっぱいいただいちゃって本当に。ちょっとさ、私たち人気者になっちゃったんじゃない。幻で、はい、最近の近況っていうことだね。あ、そうだよ、それ言わなきゃいけなかったよ、最後に言って言ってて、うん、そう、うん、ほんでさ、動画があって、あのクマちゃんとね、この前出させていた、うんうんうん、ズーイングでね、うんうん、ほんでさ、すごいさ、ほんと面白かったんだけど、曲決まったのさ、その日の3時で。マジか。練習しないで出てるの。真面目でしょ。すっごい受けを狙うためにこの曲を3時に選んだの。でもなんかさ、いい気分になっちゃってさ、歌っちゃったの。ほんで2人ともね、そう、歌いながらさ、だんだん後悔してたのさ。ほんで、マジで受けたな、やっちゃった、ちゃんと終わったんだけど、マジで。そうで、次なる作戦は、うん、すっごい真面目に、うん、超くだらない歌を歌いたいっていうことになって、でも拍手が来ちゃうかもしれないからね。難しいよ、お笑いってね。めっちゃ真面目に歌うから。だって本当に素敵だったもん。めっちゃくだらない歌を、うん、え、それ例えば、ああ、作るんですよね。そうめっちゃくちゃ内容のない歌、すっかすかすの歌を歌いたいの。そうだ。どんな路線で来るんだろうな。そう、まあ、でもクオリティどう、どう来るかな、ね、うん、なんかいろいろね、いろいろ面白いよね、うん、なんかこう、いろいろ人生って面白いなって、ね、なんか やってみないと分かんないし、こんななると思ってなかったし。いや、本当だよ。クマちゃんとつながったからこそ、私もね、この間すごい楽しい番組ね、お届けさせていただいたし、本当にすごいなって思ったもん、あの才能。でもどっかで見た感じもしたけどね。はい、1分前だと。で、今は、はい、あれは過去で、未来、私とさくらちゃんが、はい、久しぶりにさくらとつなぐ、やっと2回目。す
19日飯田橋です、はいはい、来てください、はい、ぜひお願いします、笑いに来てください、そうちょっと時間30分もらってるからね、結構いろんなことできるよ ね、 そうだよね、話して終わないようにしよう、さあそう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 超えたら迷惑だからね、そうだね、頑張ろう、タイムキープしないとね、そう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 、ちゃんともう一つさくらちゃんと決まってます、はい、10月5日めっちゃさ海いいのと思って、ね、この海ないから、ね、ここ西川口に海ないからね、ギャラクシーでやらせていただきます、はい、頑張って練習しますの、ね、で、はい、ぜひ来てください、ありがとうございます、よろしくね、はい、と、はい、いうことで、ね、できたのかできないのかわからないままでも本当に今日ね嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しい、ね、なんか励みになるよね、本当に励みになる、本当にありがとう、なのでなんかもうどんどんこうなんていうかな、交流するような感じでね、せっかくツイッターなんでね、ああそういえばツイッターって X になったよね、あ来ましたっけ、た最後 ありがとうございます、泣いちゃうかも、泣いちゃうかも、すごい、あすごい、もうね印刷する時間がな い、 もない、あ、ともちゃん、はい、笑いの道は厳しい、そうなんごめんなさい、でも本当だね、ともちゃんが作ってくれる、うんうん、楽しみにしてます、すっかすかの歌、すっか超すっかすっかくだらなすぎて帰っちゃうぐらい、なんだよこの歌、なんかさ、メーカー名を並べてっただけのさ歌とかもあったわけだけどさ、ねえどう来るかね、あれ一分すごいんじゃないかな、そうやってさどんどんハードル上げてる、わかった、よろしくよろしくよろしく、というわけで今日もありがとうございました、自己過ぎてますよね、ごめんなさい、ですよね、ありがとうございました、では恒例の最後はシーポンの C です、みんなシーポン買ってね、シーポン買ってね、みんなもシーマークやってね、しよー、ありがとうございました、シー